ハマリアンです。カズネです。こんにちは。こんにちは。久しぶり。お久しぶりです。どないしたん今日。デサント揃えて。可愛く。えらい、なんかもう上から下まで。下から上の方がいいかもしれない。下から上の方がいいかな。明日これ靴下可愛いや。靴下めっちゃ可愛いですよ。キラキラやんこれ。キラキラで。後ろのリボンも可愛い。ああほんまや。お気に入りのポイントは。お気に入りのポイントはこことリボンですね。何の動画？今日はあのうちでこれ売ってますよ。それ動画ではございません。そんな生ぬるい動画はしません。今日は店長が重ねでも可愛いな。ちょ店長が中古シャフトの値段をつけてたんですよ。うん。その時にあらって言い出してこの3本持ってきたんですよ。なんか怪しいぞっていうのでこれは確定。いや、分からんで。で、昔僕 MT 使ってたので本当長い間使ってました。5、6年は使ったんじゃないかな。売ったら分かる。いや、もう忘れてます。いや、これな、3本とも偽物の可能性あるんよ。ああ、3本とも違うから。色も違いますし、これ一番濃いですもんね。ちょっとモデルが古いから何とも言えんねんけど、うん、日焼けなのかみたいな、うん、明らかに偽物っぽいのもあるし、これはなんか、ね、ラメ入ってないですもんね。ラメ入ってないし、うん、色濃いもん文字の、ね、それ見つけたらそれやねん。きっかけはってことですよね。アッタスパンチか思って最初。アッタスパンチラメ入ってないし、この黄色って感じの色ですもんね、うん。これはもう怪しいな。でも一番怪しい。怪しいな。グリップ切ったら大体わかりそうですけどね。そうそう、グリップ切って答え出してもええねんけど、ちょっとまずうちやから、はいはい、振動数測って。はい、こだわりの。すぐには答え出さへんと。ほんまにわかりません。ブリヂストンとヤマハやからなんとかなりそう、うんうん、普段明らかに違うやろうから。そう、ね、偽物は普段シダでは置いてないですけど、今たまたまあるので、撮影用でたまたまブリヂストン持ってきてるのでいけそうですね。入るんかな。入るかもわからんな。そうですね。振動数をちょっと測ってみようか。測ってみたいと思います。はい、はい、じゃ作業は移ってきたので、どうしましょう。分かりやすくするために ABC 書きますか。そうね。じゃあ一番偽物っぽいこいつ、そいつか。明らかに色がほんまに違う。それ A。 はい、 A。 はい、アホの A です。次バカの B。 C 難しいで、ね、重ね。チャンスの C。 まあ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 、ワンチャンスあるかなと。ありえる、ありえる、ありえるかなと。はい、じゃあ ABC 書いたので、で、C から行くみたいな。はい、行きます。 A が一番怪しいの。それが純正っぽい感じ、ヤマハの。いや、B が一番純正っぽいですけどね。あ、 B が一番純正臭い、はい、これも偽物っぽい。いや、僕使ってた感じ、これは本物っぽいですけどね。あ、ここもラメ入ってんな、ちゃんと、うん、分からんかな。ここにラメっぽいのがあるんですよ。じゃあちょっと測ってみよう。それでは C の計測をします。はい、 C と B は 6S です。 6S で A だけ 5S です。怪しいのだけ 5S。 いや、こんなもんっすね、マジで。これ本物やな、多分。未使用の本物を探すのは無理やからな。そうですね。廃盤なんで、うん、もう見つかれん。 B の計測をします。はい、これは本物やと思うんですけどね。うん、本物っぽいですね。あー、うん、やっぱこの辺か、ほんなら。そうですね、やっぱこの辺。え、ほんじゃ、今んとこ日本本物ってこと？まさかの。なんか僕も、あの、ドライバースプーン、クリーク、3本とも MT だったんですよ、うん、若干ずつ色の差が、あ、そうなん、あったので、これは個体差なのかなとは思います。まあ、グリップ切ったら大体ね、わかるかもしれないですけど。それでは A の計測をします。はい。
これが250度やったらちょっともうわけわからんな。いきまーす。うわっ、うわっ、いやまさかは三本本物という可能性も出てきたな。なんかでも硬い気する。昔の 5S にしたらでも全部257か258、うん、じゃあちょっと打ってみたいと思います、はい、それでは C から打っていってもらいます。はい、風に合ってるわ。かわいいですこれ。なんか合うてないな。合ってないですね。びっくりするぐらい合ってないですね。合うてないわ。次行こう。次行きます。では B を打っていってもらいます。はい、実はグリップがヤマハなんよ。そうですね、まさかのこのインプレスです。でそこにバックラインがあるっていう。入ってます。スリーブは BS です。ヘッド BS でつけて、グリップがヤマハで、ロゴにバックラインがあるっていう謎の謎の現象ですね。ただシャウト先端にあの純正についてるようなシール、はい、こう模造品防止のシールと、うん、刻印も入ってるんですよね。刻印も入っとん。うわー、なんかもう分からんな。本物のこうやけどな。これ本物やと思うんですけど、ピン量、まあ MT やからみたいな。そうですね、しなり方が懐かしい感じするんで。あ、そう、うん、これ本物と思うんですけどね。懐かしい、打感してます。当時本当この組み合わせだったんで、もちろんこれ最新なんですけど、だからあの時の打感です。振り心地と打感があの時のまんま、あの時の。では A を打っていってもらいます。はい、A の時が一番可愛いわ、風音。いやんじゃあ A 本物かな。いや、なんか違うぞ。違う、 5S やからな。それだけは分かってよ。なんかパリッとしてますけどね。ダブルキックだからすごいシナリオ感じるのが MT の好きなとこだったんですけど、ちょっと棒っぽい感じですね。元調子っぽい感じ。うわ、見たことない球出たね。4200回転。やば、すごい。元調子っぽい感じで4200回転いくとちょっときついですね。元調子っぽい、ちょっと元調子っぽいですね。手元だけしなる、手元だけしなって、こう粘ったままこう入ってくるような感じですね。 MT のこれがないですね。今の悪い当たりじゃなかったんですけどね。226 30ヤードぐらい落ちました。ほんなんちょっとグリップ切ってみる。そうですね、グリップ切ってみたら。分からんな。いや、僕の中では大体それ確定。これは確定です、間違いない。1球目、1本目は C か。C はね、ヤマハの7割本物です。振り心地だけで言うと B は本物と思います。切ってみよう。切ってみます。ではグリップ切っていきたいと思います。はい、 B から言っていいですか。本物っぽいやつから。グリップは確実に再利用されてるやろうからな。シールが残っとけ、再利用されてるからな。バットンシールないかもしれん。これグリップ偽物？いや、バックラインマジで表に入ってるっす。へぇー、ほら。ほんとや。で、こっち何もなんか入ってるっすね、やっぱバックラインっぽいものを。バックライン入れてんの線なんすかね。
ってますけどね、なんかシャフトはねないかもな、シールが。でもね、僕の MT はなんか入っとったっすよ。グラファイトのあの青いなんか 3D みたいなシールでしょ。あれの時代なんかな。俺あの丸いシールやったような気がせんでもないけどな、その時代の時。あ、一応文字はグラファイトの文字は入ってますけど、シールはない。でもこれまさにグラファイトの文字ですもんね。え、ちょっと待って、こんなんやったっけ。ちょっと待ってはい、 BB 持ってきました、はい、刻印はちょっとシール、このホログラムみたいなシール、これ黒いの、これが本物のあれやねんけど、とこれとね、ちょっと時代が違うから何とも言えんけど、でもこのグラファイトの文字は一緒っす。刻印みたいな、印刷の文字みたいなのは一緒か。はい、似てるな、確かに似てる。製造の日時とかが書いてるんですよ、多分。本物だと思うんですけどね、これは。本物臭いな。本物、うん。じゃあ次は C を。 C、ほんま？偽物？え、分からん。僕の時代じゃないけど。いや、これ偽物やわ。これ多分偽物。いや、でもめっちゃ作りが綺麗な、バット側の。ここまでだって、ここまで再現されてますよ、ほら、ここの。うん、そこまでやし、ここのあーカーボンの感じがちゃんとやってる。でもこの黄色のこんなんてあるんかな。そんなん俺見たことないけどな。いや、純正とかで特別に作っとんのやったらあるかもしらんけど、純正カスタムとかで。いやー、これ分からんぞ。次行ってみよう。じゃあ次は A を切っていきます。やっぱ可愛いわ、 A の時やっぱり。やって、え、はい、アウトっす。向きました。これは偽物やな。これは確定です。もうカーボンがもうカーボンのもろやし、ラメも入ってないし、もうこっからここがひどいですもんね。全然違う。ちゃっかりここは作ってるんじゃん。うん、メイドインジャパン、メイドインジャパンは作ってる。すごい、これは確定やな。こいつは確定です。太さも違いますもんね。そうそうそう、なんか若干太いよ。ほんま太いんですよ。へえ。やから絵の時可愛く撮ったんかな。あ、そうか、ね、太い方が好きやもんな。絶対そうや、太いです。絶対そうや、ね、絶対ちゃうわっていうかな。じゃあ C と B が、うん、分からんと。まあ C は怪しいですね。ま、フリカンは 70%、 またここ も、 もヘッドがちゃうしな。そうなんですよ、ヘッドがちゃうから捕まらんのかな。ヘッドがちゃうから若干振り心地はこうなんかなとかいろいろ思いながらやったけど、でも硬さがこう本物と偽物で揃ったのは初めてですね。うん、うん、いや、ほんまに。じゃあそのこれだけ、ここだけ、その印字やな、この黄色で書かれた、うん、こいつ、これがありえるのかはちょっとグラファイトデザインに電話して聞いてみるわ。では、はい、グラファイトに電話かけてみます、はい。まあ、偽物こうやってあるんで気をつけてください、はい、皆さん、はい、お気をつけてください。まあ廃盤なんで新品出回ることないんで、うん、けどまあオークションとか、うん、ネットオークションとかは気をつけた方がいいと思います。個人売買できるとこ、あそことあそことあそこって、はい、なんとなく思い浮かびますけど、うん、その辺は気をつけていただいて、はい、まあ T オリーブで買うのがね一番そうですね安全なので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回このA のシャフト、まあ偽物と断定したんですけど、うん、不覚にも
僕らも買いとしてしまったので、そうそう、買い取りか下取りか分からんけど、僕らももちろん今後このようなことがないように気をつけますし、はい、皆さんも一緒に出回らないように気をつけていただけたらなと思います。非常にムカついてます。はい、明らかに色ちゃうんやけどな、もう。そうね、多分忙しかったから、そのもうバババババって作業してしまったんだと思うんですよ。このとにかくIFTがまとめて、多分その単体だけで見たら分かりにくいかもしれん。あー、うん、確かに。まあ俺ぐらいだったら一瞬で分かってんけどまあ難しいかもな。はい、うん、もちろん僕たちも取締り強化しますし、はい、皆さんも本当気をつけていただけたら、はい、このようなことがないように皆さんも目を光らせてます。常によろしくお願いします。はい、この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。自社サイトペイペイモール楽天市場に出店しております。そちらの方で買えば安全なので、どうかそちらでご購入よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。